ございます。どうも日頃お世話になって頃から感謝を申し上げます。今日はね、忙しい中聖歴記者会見ご参加いただき厚く御礼申し上げたいと思います。で本日はですね、アイズブランドものづくりフェア2007についてご説明を申し上げたいと思います。でこのフェアについてはご承知の通り平成16年にですね開催された伝統的工芸品月間国民会議全国大会ね、これを開催して大変なる大成功に終わったわけでありますが、これを一過性にすることなく継承すべきだという機運がありまして、それで特色あるこの地域の資源、これを活用するということとか、匠の技ですね、ものづくりのね、匠の技による会津地域のものづくりということを再認識していくということ、それから伝統工芸の魅力ですね、ものづくりの文化、これの発信、情報の発信に努めていくということをですね、目的といたしまして、平成17年度より会津ブランドものづくりフェアという形で、福島県の美島工芸品フェアと共催させていただきながら、今年度で第3回目の開催を迎えることになったというわけであります。で開催の概要についてはお手元のですね、資料をご覧いただきたいと存じますが、今年度はですね、来たる10月の27日の土曜日と28日の日曜日の2日間において開催してまいりたいと、このように考えております。また事業の基本的構成といたしましては、伝統的工芸品工房、ものづくり体験工房、名産品紹介物販工房、企画展示工房、これの4つのコーナーがですね、開設されて、開設をいたします。でまず伝統的工芸品工房、これでは会津漆器や本郷焼、大堀相馬焼などのですね、国指定の伝統的工芸品の実演ですね、実演による匠の技が堪能できるようになっております。で次にものづくり体験工房、これではですね、伝統的工芸品にちなんだ体験メニュー、あるいは親子ものづくり工房、これを設置をいたしまして、近隣博物館や技能士連合会などの方のご協力を得てですね、手軽で簡単なものから大人向けの難しい手作り体験メニューなどを用意しておりますので、楽しみにしていただきたいと思います。また会津高等学校などの先生と生徒の協力によりまして、科学実験コーナー、これが設置されます。ですからサイエンスショーとかね、科学の不思議、ものの仕組み、これらを学習する講座なども行われますので、子どもさんはもとより、大人の方も興味が、いや、あるいは関心が高まれていくものであるものと期待しております。次には名産品紹介、それから物販工房になります。パリやフランクフルトの国際見本市にですね、ジャパンブランドとして出展をいたしました会津漆器、あるいは会津本郷焼の現代的な作品、新作品の展示ですね、新たな取り組みが見られるようになっております。また物販においては、工芸品の販売はもとよりですね、会津ゆかりの地からたくさん参加いただきまして、観光 PR 物産品の販売などが行われる予定しておりますので、市民の皆さん方が、交流の輪、これをさらに広げていただけるよう展開してまいりたいと考えております。次に企画展示工房、これは昨年に引き続きまして、先端産業ものづくりコーナー、これを設置をいたしまして、伝統産業に限らずですね、ものづくり会津、これをの特徴を PR をしてまいりたい。ですから地域内で活躍する企業の技術商品ですね、製品、これを紹介していくということと、地域内産業の理解をですね、多くの市民の方に高めていただきたいということで、今年度の出展企業については、富士通会津若松工場の半導体ですね、それから会津オリンパス医療用内視鏡、
ね、シグマ、これはカメラレンズですね。重機アイズ、これ人工関節などですね。それから平和モールドというのはロケット部品、など最先端の先端技術による製品がですね、この会津で生み出され応用されているということを広く理解していくことにつなげていきたいと、このように考えております。また今日においてですね、あの産学科連携によるものづくり人材の育成の取り組み、これが課題となっていることを踏まえまして、今年度からはですね、会津工業高校と北方工業高校によるものづくり学園祭のコーナー、これが設置されることとなったわけでありますので、両工業高校の例えば建築インテリア科、あるいはセラミック科、化学工学科、機械科、電気電子科、情報技術科、土木科の、まあ、全ての、あの専攻科の生徒が協力してですね、例えば、万華鏡などの制作体験、あるいはコインカーダリーなどの実演、またイベントとして高校生が制作した機関車への子どもたちの乗車運行、あるいはロボット相撲、ロボット対抗戦などが展開されるということになっておりまして、工業高校生の努力の成果を多くの皆さんに見て楽しんでいただきたいと思っております。まあ、授業の概要は以上でございますが、あの当フェアによる展示実演体験などを通してですね、多くの皆さん方にものづくりの楽しさと素晴らしさを提供してまいりたいし、それらを踏まえて、あの子どもたちとかね、学生が会津のそういったものづくりの里であるっていうことを認識してね、次の世代に継承していきたいと、このように考えております。まあ、いわゆるこのものづくり人材を育成していくっていうことは、さらにこの会津地域のものづくりイコールメイドイン会津というね、産地保証、つまりブランド化、会津ブランド化による品質の保証、消費者の満足度を高めていく取り組みにつなげてまいりたいなと、このようにも考えております。